うたちゃん、おはよう。遅いよ、うたね。うた、何よそれ。おじさんみたい。ミキがね、牛乳いっぱい飲めば胸が大きくなるって言うから。へえ、そうなんだ。ほんとそれ。頑張るのだ。うたちゃん、コップで飲んで。いやーね。うたちゃん、おまた。お父さん何やってるの。ついにそっちの道に走っちゃったわけ。ああ、こんなことならとっとと再婚してもらえばよかった。何を言ってるんだ、かなで。お父さんは今も昔も母さん一筋さ。じゃあ実は仕事がなくなったのを言い出せず、ストレスが高じて女装したとか。うた、お父さんは座高、身長、家族への愛情どれも高い三高パパだよ。仕事も順調だ。ああ、私の大好きなお父さんがいなくなっちゃった。ああ、こと大丈夫だ。大きなサメは大丈夫だ。やっぱりお父さんだ。だからよ、その学校は。今日は歌の授業参観だろ。なんで授業参観に女装するのよ。去年の歌の授業参観を見に行った時な。夢野さん、夢野さん、歌の出番か。よし、歌、そこだ。一気に行け。男は俺一人で、歌には肩身の狭い思いをさせちゃったからさ。今年は母親になりきろうと思って。違う、みんなが笑ったのはお父さんが男だったからじゃなくて、ジャージ姿で寝癖がひどくて居眠りしてたからよ。え、そうだったか。学校に来るんだったらもっとちゃんとした格好で来てよ。あ、わかった、スーツとネクタイで行くたい。どうしたの、みんな。だからネクタイとイクタイをかけたんだ。ネクタイ、イクタイ。遅刻しちゃうたい。わあ、面白い。メメロ、親父ギャグも禁止だからね。そんな親父ギャグ禁止なんて、親父ギャグ対しないでよ。だから親父ギャグは禁止。ショック。ま、参観日の朝としてはつかみは OK だな。何のつかみですか。ネクタイ選ぶのに時間かかっちまったい。あ、すいません、2年3組の教室はどの辺で本中か。言ってることがよくわからないけど、レミファ、あの階段を登ってすぐよ、ロレイヒ。来い。遅くなってすみませんねん、亀は万年。もうお父さんたら。遅くなって申し訳ございません。森内、誰の母ちゃんだろう。クラス一番の母音で牛乳屋さんの飯島家の母ちゃんじゃないか。やっぱそうかな。そこ、うるさいですよ。かける、何やってんの。母ちゃんに恥かかすんじゃないよ。いや、やべ。小暮くん、お母さんも静かに願います。はい。小暮くんのお母さんはやっぱり小暮くんのお母さんね。言えてる。なんでママが来たのよ、あんなチャイナドレスまで来ちゃって。カノ、解いてみろ。はい。ゆかちゃん、ファイト。カノの母ちゃんだったのかよ。おお、信じられん。似てる。静かに。エリー。親父ギャグは禁止だって言ったのに。それに何、その派手なネクタイは。そんなに派手か。派手、結構悩んで選んだんだけどな。もうお父さんなんか嫌い。何よ、その派手なチャイナドレスは。そんなに自分のスタイルがいいのをみんなに見せつけたいわけ。そんなんじゃないわよ、パパが着てけって言うから着てきただけよ。だいたいパパに着てって言ったはずよ。なんでママが来るのよ。急に配達が入っちゃってね。もういいよ、帰ってよ、知らない。ゆうかちゃん、
とにかくお父さん、懇談会の前にネクタイだけは変えてきて。じゃあ。おう。ガノーさん。あ、夢野さん、何？確かカノーさんの家って酒屋さんだったよね。ええ。あんなひどいこと言っちゃかわいそうよ。お仕事があるのに授業参観に来てくれたお母さんに。メノさんには関係ないでしょ、ほっといて。でもあんなスタイルの良すぎるママを持った、私の気持ちも考えてみてよ。私、お母さんがいないからよくわからないよ。あ、ごめんなさい。あ、そういう意味で言ったんじゃないの。でも、もしお母さんがナイスバディだったらみんなに自慢しちゃうけどな。の？の普通サイズ。え？チョコとカノーさんより大きいだけでたったいして変わらないと思うよ。ウエストのくびれ、足の太さ。そうだ、カノーさんも牛乳たくさん飲むといいよ。胸が大きくなるらしいから。飲んでるわよ。姫野さんなんかに私の気持ちは分かんない。ほっといて。カノーさん、絶対あの巨乳の母ちゃんは飯島の母ちゃんだと思ったよ。僕も間違いなくそう思ったんだな。もう巨乳巨乳って言わないでよ。肩はこれし大変なんだから。はやなちゃん、これかな。いや、これでもないな。こっちかな。待てよ、やっぱりこっちの方がいいかな。あれ、お父さん、ふたちゃんの授業参観に出たんじゃなかった？うん、マイメロか。それがさ、うたのやつが俺のネクタイセンスが悪いって怒るんだよ。あ、そうだ、マイメロ、どれがいいか選んでもらえないか。え、ネクタイ？本当ね。あ、これ素敵。本当にこれがいいのか？うん。よし、これでどうだ。とっても素敵。そうかそうか、そうかせんべい。そうかせんべいって。え、ひらぎさんはいいんだ。ロミー、いやー。捕まえた。ロミー、君の瞳は僕の心を捉えて離さないんだ。もう僕は君なしではいられないよ。 I love you, I need you, ロミー。ひらぎ様。ロミー。ヒラギ様。ロミ。ヒラギ様。ロミ。ヒラギ様。ロミ。ヒラギ様。クロミ様。クロミ様、起きるぞな。せっかくいいところだったらね。なんですか、クロミ様。夢を叶えてほしい奴が学校の方にいるぞな。ちゃんとしないとまたヒラギ様に怒られるぞな。なんだと？それを早く言え。よし、行くぞ。はい、ゾナ。ヒラギ様、クロミはあなたのために頑張ります。おい、これからどうする？とりあえずテニス部の練習見てこうぜ。ああ、桃山先生か。いいね、いいね。はい、はい、やっぱいいよな、あのウエスト、あの太もも、そしてあの胸、素晴らしい。一度あの胸に抱きしめられたい。そこの男子、どこ見てんのよ。そこ、ガラ空きよ。桃山先生のように胸が大きくてナイスバディになれたらどんなに幸せか。その夢、叶えてあげてよ。なに？あなたは？そんなことはよろしいでしょ？モデルのようなナイスバディになりたいのね。ええ、でも、そんなことができるの？その胸で。へい！失礼だ！あたいのことはどうでもいいんだよ！まず一手をやり。黒美様なら叶えられるぞな！だったらお願い。うん、まっかせな！開け！夢の扉！
夢の扉がどこかで開いた。え、全然モデルになってないじゃない。うん、そう慌てなさんな。あたいがかけた魔法はね、自分が欲しいと思った体のパーツを他人と交換できる魔法さ。え、どういうこと？つまりさ、背の高い人のところに行って、あなたの背の高さが欲しいと言えば自分の背が高くなれるんですわ。本当かしら。ま、物は試しでやってみましょう。藤崎さんの足って長くて締まってて綺麗なのよね。よし、藤崎さんの足が欲しい。完全にノーマークだっただろ。ごめんごめん。なんでうちが小暮よりちっこくなっとるんや。藤崎、喧嘩売ってんのか。っていうか、おい、なんか変だぞ。足、なんか太くなってんじゃねえか。おい、足が長くなっただけじゃスーパーモデルには程遠いね。ここはもっとバラ色の感じにした方がいいんじゃない。ここはレモンな感じだと思うけどな。ゆめなさんの胸と桜塚さんの髪が欲しい。でもくるくるして髪の毛の方がモデルっぽかったぞな。そうね、ゆめのさんの髪の毛が欲しい。あ、うた、それ私の髪、返して返して返して。セットに30分かかる私のカールが本当どうなっちゃったのよ。これはひょっとして、もしかしてやっぱり。でもどうしてカノーさんが。やばい、逃げるよ。あ、待って、うた、ダイメルよ。そうだね。追いかけて来ないようだね。あいつらが来ないうちにモデルのようになるぞな。モデルはバーンキュンバーンってなってなきゃね。うたちゃんの胸は失敗だったぞな。マイメロの味方で超はいらない。残念。何かしらな。まあいいかどんに。モデルのお尻はあのくらいあった方がいいんじゃないか。そうね、エライバス先生のお尻が欲しい。メゾフォルテ、私のお尻はメゾ。エライバス先生、ズボンズボン。メゾ、あ、ハプニング、アンビリーバブー。どうしてお尻が小さくなってしまったの。ララ、最高だね。お尻とウエストはいいけど、胸はこれじゃ小さすぎる。そうだ、はい、あれ体のバランスが。先生大丈夫ですか。大丈夫。ずるずる、すごいぞな。ま、あたいには負けるけどね。でも、なんか胸がパンパンで苦しい。贅沢言ってんじゃないよ。モデルならもっと背が高くないといけないんじゃないのかい。180センチはいるぞな。でもそんな背の高い女子なんかうちの学校にいないよ。じゃ、町に出かけて探そうぜ。うた、ミキ、大変や。うちの足が太くて短くなってもうたんや。マナも、私も髪が変わっちゃった。ミキちゃん、マナちゃん、
なた誰？ウタよ。ウタちゃんの髪がミキちゃんになってる。胸もぺたんこだし。ぬいぐるみが喋ってる。これはね、クロミが魔法でごちゃごちゃに入れ替えて。そう、カノンさんが大変でだから腹話術なの。わかった。なんだかよくわからんが、わかったから。あ、今度は何？カノンだ。え？捕まえなきゃ。帰ろう。ちょっと待った。マイメロメ、また邪魔をしに来たんだね。うちの足返してよ。私の髪。カノーさん、どうしてこんなことしたの？どうなってんだよカノー。足、髪、私の髪が。うるさい。私はずっと痩せっぽちで小柄な体が嫌だったの。絶対ナイスバディになってみせる。邪魔しないで。そんなの間違ってる。カノーはちょっと体の成長が遅いだけだから、そんな魔法でなっても意味がないよ。まあ小暮の女版だよね。ほっとけ。気休めはやめて。私はもっと背が高くなりたいし、胸だって大きくなりたいの。大変だぞ。だ、悪夢魔法が暴走し始めたぞ。だまっつい。マイメロ、あとよろしく。ラベンダーを食べんな。なんじゃこりゃ。私の足が。俺の髪が。あ、ウタ、ネクタイ変えてきたぞ。マイメロ、なんとかして。でもメロディーマークを貼るものがないの。ウタちゃん、ウタ、これ。なるほど。よし、できた。何やそれ。折り鶴だよね。見えないこともないが。ちょっと不格好だけど折り鶴よ。マイメロ。はい、ウタちゃん。キャー、変なところに触らないで。あれれつる。あれ、カノーさんはどこに行ったのかしら。あっちには分かるつる。カノーさんはここにいるつる。あれ、変なの違うつる。何これ、あなたたちの。変なことしないでよね。ごめんなさい。誰も分からないくらいナイスバディになっちゃった。さん、私、優香なのに。さようなら、ゆめろさん。カノ。あ、カノだろ。俺はいつもカノを見てるからわかるよ。え、こっちだ。カノはここにいる。おりつるさん、お願い。つるな、来た。こえドンマイマイフレンド、あなたは素敵な女の子。あれ、まあ、めんこい姉ちゃんだってみんなが噂する。ああ、恥ずかしい。私のポエム。ポエム書いた紙かい。あれ、どうしたんだっけ。なんでお尻が縮んでしまったのかしら。もうこれでよしっと。あれ、元に戻ってる。ハプニング、ハッピリバブル。カノンさん、大丈夫。夢野さん、あ、体が元に戻ってる。よかった。ごめんなさい、みんな。気にしなくていいよ。足さえ元に戻ればええねん。私も。折り鶴さん、ありがとう。おいしい鶴。いい加減に。元に戻りなさい。あ、よかった、本物だ。夢から覚めたんだな。こら、小暮。なんだよ、怒ると思ってくせえ。一件落着やな。小暮、森内、続きやろうや。
可能。俺は別にナイスバディじゃなくても今のままのお前がいいと思うぞ。